さんこんにちは、ケーキロンです。今回もミートピアのキャラメイクで東宝プロジェクトより藤原のもこちゃんリクエストいただいたので作っていこうと思います。ちょっとなんか今放置してたんですけど、おやつでも食べてたんですかね。多分そうです。もこちゃんはなんかこうキリッとした目元が印象的な感じです、私ながら。ちなみに今回はロストワードさんのイラストを元に作ってます。元にというかちょっと参考にさせていただいて作っています。あのね、前髪がね今ちょっと何これ変やん、変じゃんと思うかもしれないんですけど、ウィッグの前髪にはないタイプの前髪だったので、マスクパーツを使って後から作るのでなんとかしますなんとかなりますので安心して見てくれると嬉しいです。今回はね、黒目の形がいつもの丸じゃないの。これこの豆腐というかのど飴っていうなんか変なやつを今回使ってるんですよ。でグラデつけて、これなんか暗さ変えると一気に変わったね。やっぱりね、お目目にねパーツを使うのが一番いいと思います私は。ツヤツヤーっとさせて、光きました、光つけて、そしたら二重にしたらお目目は完成かと思われます。今回ね多分もう隠れちゃうということで、眉毛は実はつけてないんですけど、つけてないというかつけられなかったんですけど、まあ許してください前髪が今回かなりいい感じにできたんですよ。よくない？これいい感じだと思いますこれはなんかこの三角をなんとか隠すために瞑想してたんですけど、これに結局落ち着きました。結構自然じゃない？そんなことない。そしたらあのもこちゃんのリボン作っていってます。リボンのねちょっと絶妙なザギザギ感が難しかったんですけど、結果的に割といい感じに作れたのでよかったのではないかなと思います。パーツね、これもね迷ったんだけど、この雷のパーツ使うことでちょっと節約で、そしたらリボンの目をつけてちょっとこのパーツは失敗したね。でこの模様をつけて、髪の毛にいっぱいついてるちっちゃいリボンをいっぱい作ってます。これが地味に結構きつかった。リボンだけならいいんだけど、そこにあの端っこの赤をつけなきゃいけないから、その分のメイクの場所制限みたいなやつが結構厳しくて、ほらこことかも止まってる。なんとかしようとしたけど無理そうだったんでずらしたけど、それでも入らなそうだったから、こうやっていっぱいずらして、なんだかんだここが一番苦戦したかもしれない。で、そろそろお披露目タイム。にっこりかわいいね。ということでね、もこちゃん完成しました。リボンとかもうどうなることかと思ったんですけど無事いい感じに完成したのでいいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもぜひぜひよろしくお願いします。ちょっと噛んだそれでは皆様さようなら。